じゃーん。これはいい町だ。ほんとめっちゃ美しい。すげー。やば。めっちゃ怖いやん。おはようございます。おはようございます。というわけで天気を、めちゃくちゃ天気、まあね、お友達のボルドーのお家にお邪魔させていただいて、はい、まあ、ちょっと落ち着いたんで、はい、初めて2人きりで、はい、まあ、ボルドーの街をちょっと散歩というか、はい、探索してみたいですね。そう、港町なんで、うん、川がもうすぐ見えるし、そう、なんか雰囲気がね良さげなんですよね。そうなんだよね。今日ちなみに最高気温が25度で、東京はもうなんかめちゃくちゃ寒いらしいね。じゃあ行ってみましょう。はい、というわけで着いたね、中心街に。中心街に行きました。なんか川の方にとりあえず向かって歩いてみようかなと思って、うん、なんかね、お店がすごい可愛いお店がいっぱいあって、ワクワクです。イエス。あー、いい感じわ、なんかすごっ。なんかこの道に結構いろんなご飯屋さんとかお店があるらしいんで、行ってみます。素敵そう。てかめっちゃ雰囲気ね、ボルドー。めっちゃ雰囲気。ボルドー好きだわ、うん、あ、ユニクロじゃん。あるんだね、ボルドーにも。これウルトラライトなので50ユーロだから、ドイツと一緒ぐらい、ドイツと同じぐらいか。全体的にそうだね。お店の雰囲気はめちゃくちゃユニクロ。違う、なんかこう青を基調にしたお店が多くてかっこいいんだよな。そう、いや、置いてある服マジかわいい。これとかもすごいかわいい。300ユーロ。わかんない、パリもそうだったかもしれないんですけど、うん、結構色味が赤とか青とか緑のお店があって、なんかすごいかわいいんだよ。これすごいんじゃない。じゃーん、めっちゃ綺麗。てかなんかすげえいいな。めっちゃいいじゃん。なんか空気澄んでて、ね、めっちゃ良くない。すごい、なんだやっぱ港町って感じ、ね、こんな感じですっげえ綺麗。うわ、やばー、なにこれ、超綺麗。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗じゃん。そしてあちらにはなんかもうやばー、なんか空が広い、うん、広いね。横にめちゃくちゃ広い。これはいい街だ。ほんとめっちゃ美しい。でかいね、めちゃくちゃ、うん、あんまり綺麗じゃないけど。そうだね、でかいし、でかい、広いね。これがぐわーっともうこんな感じになってて、すげー、やばいね。結構気持ちいいね。なんでこんな落ち着くんだろうっていろいろ考えながら歩いてんだけど、おそらくだけど空がめちゃくちゃ広くて高いビルがなくてね、だって空気がいいんだこの街。そうだね、空気がいい、だからだと思う。めっちゃいい感じ。めっちゃいいな、ボルドー。なんかすごい大きい教会が出てきて、さっき裏側通ったみたいな、これ、うん、めちゃくちゃでかい。このままみんな感じでチルしてます。これ市役所らしい。市役所、区役所、かっこいい。すげー。毎回さ、結構何回か来ているけどさ、すごいよね、空間が。なんか誰も喋らず、誰も喋らず、そうそう、俺じゃん。いやー、すごいな、圧倒されるよな、教会来たやっぱ。なんかですね、こっからもう始まってて、こっちに向かってのこの道、ヨーロッパで一番長い商店街らしいです。なのでちょっとずっと歩いてみましょう。なんか歩くだけで 2,30 分かかるらしいから。こんな感じでずっと道が続いてます。漫画がある。やばい、何あれ何これ、屋台の食べ物、兄弟っていうお店らしい。ここにバーガー屋さんだこれ。漫画ってだね。なんか多分全然、なんだろう、意味が分かってないけど、分かってないけどみたいな。カーネル先輩、カーネル先輩、機能してないなこれ。やってないね多分。うん、ちなみにさ、スタバに1回もヨーロッパ来てから入ってないんだよね。うん、フランスのスターバックス。日本よりちょっと高いぐらいかな。でもそんなに超高いとかはない。うん、ちょっとアジアショップがあるんで覗いてみよっかな。フランスにチョコビ。クレヨンしんちゃんファンの俺らとしてはね、チョコビはテンション上がるね。ちなみに 2.12 ユーロ。結構日本のお菓子が普通に置いてあるし、薬局とかに売ってそうな、こういう100円ぐらいで売ってるラーメンが 2.35。 高いねやっぱ。今度お家で作る用の食材をちょっと買いました。なんかこれ懐かしいというか、なんか富士フィルム、まだこれ幻想する人いんのかな。
こんな感じでずっとひたすら歩いてます。なんかこのイートサラダっていうのがチェーンっぽくていろんなとこにある。いいね。ベジタリアンにはたまんないよね、うん、てか何これ、あ、やってないけどジャパニーズフードって書いてある。エビスラーメンバーだって。いや結構なんか日本レストラン、ジャパニーズレストランがすごいあるけど、どれも本格っぽくない感じだね。やっぱ頑張って、でも日本語使ってる。そんな感じだね。そんな感じ。また出てきたよこれ。今度は唐揚げ、大好き唐揚げ。現地の人が頑張って日本語をなんか、そう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 、可愛いよね。でここが一応終わりなのかな。一応こういうところに着きました。カメ、なんで？なんか食べてる系のカメ。食べてる系のカメだね。っていうわけで、はい、なんかボルドーのこれすごい有名なんだけど、またカンコンス広場っていうところに来ました。これすごい有名なんだよこれ、このこれ。みんななんか入るときにワクチンの証明の QR コード見せてて、あれ大丈夫かなと思って僕らの紙のやつ見せたら、あ、大丈夫って普通に入りましたね。全然大丈夫っていうわけで、はい、ここはねこんな感じでなんか遊園地みたいな感じで、ね、すごい魅力的だよ。すごいよこんな感じで。でこれが結構有名なんだよ。すごーい。見て早いんだよ。しかもなんかさ、めちゃくちゃ早い。日本と違ってあの守られてないんですよ。こんな感じでこれ子供はテンション上がるだろうな。結構なんか無許可なのではっていうディズニーのなんか絵とか。確かに絶対無許可だよねこれ。これは絶対無許可だよね。あれキティちゃんモードこれ早すぎるでしょこれえ、やばっ。え、めっちゃ怖いやんあれ。そんな感じでね、いや結構いろいろあって面白かったわ。こんな感じで今日は戻ろうかな。